イオングループイオングループの商業、ブランドイオングループの商業ブランドでは、イオン株式会社の関連会社のうち、連結市会社が設置する総合スーパーショッピングセンターをはじめとする商業施設の各ブランドの概要についてもべる。イオン株式会社の事実上の創業者、岡田拓也が、前身の岡田や、岡田やチェーンの経営をしていた時代に、米国のショッピングモールを視察。 これを機に日本でのショッピングセンターの設置に動き始めた。1969年、二木白と共に共同仕入れ会社のジャスコ株式会社を設立した際に三菱商事と共同で株式会社ダイヤモンドシティを設立。当時はショッピングセンターについては三菱商事と提携しながら株式会社ダイヤモンドシティを通じて開発を進め。 当社は、全身会社時代に続き、直営売り場に加えて、地元の商店を入居させた店舗とし、これを、ジャスコとした。日本国内において、スーパーマーケットの売り場面積が年々拡大化する、動きに合わせ、ジャスコの売り場面積も、直営売り場、地元の商店の入居する、エリアともども拡大していった。当社が何時から、ショッピングセンター事業をスタートさせたかの定義は、 難しいが、1973年9月20日に、ワンストップショッピング機能を強化した、アンカーストアを位置づけた、ジャスコ川西店を開店しており、これは、現在の4株式会社が新規に出店している、ショッピングセンターとは、規模も立地も異なるものの、当時設置された平均的なショッピングセンターそのもので、ある。1990年代に入ると、 当社はすでに数多くの企業を参加に持つ企業集団となり、イオングループを形成する様になっていた。そこで、イオングループ各社の店舗を集合したショッピングセンター設計が模索されるようになり、そのグループ各社と調整をする専門業者として、イオン鉱産株式会社がショッピングセンター事業に参入する様になった。また、当社も、ジャスコ店舗の直営売り場、 専門店ともが拡大する流れの中で専門店をジャスコ店舗から独立拡大させ直営売り場のみとなったジャスコを各店舗に加えたショッピングセンタージャスコシティに発展させたその後ジャスコの他にマックスバリューイオンスーパーセンターサティなどを各店舗としたショッピングセンターも開業する様になっているこのように今日では イオングループ各社が互いに類似した形態のショッピングセンターを設置する様になっているが、各社それぞれ歴史は異なり、また、ショッピングセンターを開発する業者が、イオングループ内に複数あるゆえんでもある。イオングループは、総合スーパー事業の再編の一環として、ジャスコ、サティ、ポスフールをイオンへ転換し統一させた。さらにダイエーを完全子会社化し、 ダイエーの店舗の多くをイオンに転換。その上でイオン、ダイエーオキソンの総合スーパーとは異なる新業態へ転換させている。これによりグループ内の事業図が大きく塗り替えられることになった。イオングループは複数の中ここを売り店が統合していくことで現在の企業規模になっている。一部の会社は社名の一部を継続しつつ消滅したブランドも多く、 ジャスコなどにブランド変更した。イオングループの始まりは、岡田や二木白の三者合同から始まっている。合併の手法として、ジャスコと合併後に、旧事業会社の受け皿会社を設立し、営業上とすることが多かった。以下の資料は、ジャスコ30年史856ページから861ページに基づいている。現存する各店舗の詳細については、 イオンドットコムのイオングループ店舗一覧を参照個別記事が存在する店舗については、下記のテンプレート内のリンク先を参照以下は開店予定日が公式発表されている店舗のみを記す。ありがとうございます。